はいどうも、楽しおしご飯の時間です。今日はね、久しぶりに牛しげさんの食べ放題食べにやってまいりました。あれ名前忘れちゃったんだけど、ネギをたっぷりかけてこう巻いて食べて巻いて食べて巻いて食べてする、あれがまたすごい食べたくなったんで来ちゃいました。これからたくさんいっぱいいっぱい食べたいと思います。はい、ドンコロホルモンが焼けてきました。うん、パカ、これもコリコリして美味しい。お待たせしました。クヌルソーダ、おはようございます。あんこかみかがですか。いただきます。アメリカ交換、焼肉屋の店員さんってほぼですよ、 100% 僕がお会いした方々はこの網ね、手で持ってくるんだよね。すごいっすね。うん、うんうん、明日は誰とも会いませんから、ニンニクも焼きました。うん、おいあー幸せ。ホルモンは僕が牛しげさんで一番好きなのは丸ホルモンかな。うん、肉厚も美味しいですけどやっぱり丸かな。いいね、焼肉って本当にいいね。肉を愛している、木島は肉を愛しています。肉が大好きです。ビールが大好きです。煙が好きです。肉を焼いてる時の煙が好きですちょっとまたネギ塩元気カルビ焼きますので少々お待ちください。激辛、入れすぎ注意、ヤンギン？ヤンギンかな？そこぐらい入れておきます。タレみたいな、まあ、辛いの好きですから、木島くん辛いの好きですから。いや今日食べてるね、今日食べてる肉を目いっぱい食べてる。緑も食べてる。ネギ塩元気カルビどんどん焼けてます。これですよ、これが本当に好き。うん、うん、どうじゃ、ネギ塩元気カルビで丸ホルモン味噌、
まあ、ピートルも言った方がいいかな、ナムル、このチャラビサラダもいい、まあ、全部美味しいんですけど、ハラミだ、ハラミ、そうだ、ハラミ頼むの忘れてた、ハラミ、ここら辺を僕はお勧めします。さっきからさ、こうやってネギやって、ネギの方をフーフーして、逆だよね。うん。ネギ塩元気カルビ、今回はチョレギサラダかな、これ、うん、面白い、天才だわ、肉とネギ、肉とネギとニンニク、うん、花見たもん、はい、ったい、うん、あ、この辛いの結構辛いわ、結構おしゃれじゃないわ、うん、あ、でもこれもっと合うかな、あ、お待たせしました、辛味のネギです、ネギ塩で辛味です、あんま感がすごい、お願いします。また網を変えてくださるそうです。ありがたいです。ナムルも頼んでる。ピーナも。酸性系好きなの、で、もやしです、ありがとうございます、もうラストスパートです、完全にラストスパートです、酔っ払っております、確かに入れすぎ注意、ちゃんと辛い、うん、うん、うん、
これも美味しいな。まだハラミもありますから、酔っ払っております。まだハラミもありますからね。だいぶいい感じでお腹いっぱいになってきました。酔っ払ってるし。ネギ師匠元気。どういうものっけ。冗談じゃなくて本当にご飯代わりにこのネギでちょうどいいぐらいです。最高よ。ハラミ焼き上がりました。連続ハラミです。味噌ハラミ、あー、おいしい。ここに来てまだおいしい。1週間分以上の肉を牛を今日は食べました。いや、食べています。ほんとしばらく心配いらないね。安心。お願いします。卵だけ置いたら、最高です。最高です。ネギ塩元気カルビ、マルコロホルモンだっけな。マルホルモンだ。マルホルモン。この繰り返した後ハラミだね。ハラミ挟んでいって食べた。そして酔っ払いました。気持ちいい。焼肉最高です。今日もとっても美味しかったです。
ごちそうさまでした。また明日。